養生戦記。療養には飽きました。考えすぎな自分にはちょうどいい反省の機会だよ。こんだけ休んでたら暇でしょう。何か欲しいものでもありますか？そうだな、ハイマートのビールが飲みたい。それは無理ですよ。じゃあチョコレートで頼む。それもちょっと厳しいでしょう。興味簡単に手に入らねえ。それがそうでもないんだな。とある場所にはしこたまチョコレートが隠されているらしい。本当か？確かな筋だ。期待していいのか？ああ、かわいそうな副隊長のためにチョコを手に入れてきて差し上げましょう。で、どこにチョコがしこたま隠されているんだ？少佐の部屋。少佐の部屋。無理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 だろ。だろだろじゃないぞお前。少佐の持ち物だと分かってたら。チョコレート、嬉しいな。とても言える雰囲気でなかった。だろだろじゃないぞお前。どうしたらいいんだ。ここは勇気を出して少佐に、療養中のバシ注意が欲しがっているのでチョコレートを分けてくださいとお願いしてみればどうだ。そうだな、部下のためなら少佐も。少佐が秘蔵されているチョコレートをわずかですがお譲りいただけないでしょうか。なぜそれを。少佐大丈夫です。少佐はまだ幼き身、甘いもの大好きでも何も問題ありません。まあそうだな。でなぜチョコレートを。負傷して休んでいるバイス注意の好物がチョコレートでして、ぜひ療養の慰みにと。あいつチョコが好きなのか。はっ、大好きっ子であります。ああ見えて。そうか、わかった。いくらか用意しよう。少佐にあの顔で意外と可愛いなと言われたぞ。でもチョコは手に入りました。それは素直に嬉しい。失礼します。バイス注意、お体は。チョコ。セレブリャックオフ少尉。はい。一つ食べるか。良いのですか。